はい、どうぞ。マキマキチャンネルさん。マルチをしてください。マルチってどうやん？こっち？マルチ？なんだか用が。マルチだが、これをして。ダメだよ。まあ、上がれねえよ。マルチだよ。よくわかんねえない。あ、生年月日がわかった。どうやってやって。ちょっと待ってね。1972年の6月1日ね。1972年。71年、72年。一泊水星。あ、ここです。巻巻さん。一泊水星。巻巻チャンネルさん。これ、一泊です。こう、一泊水星。ここです。水です。俺にはないんか。一泊水星。で、どんな状態？あれ。具合悪いな。どこだ？どっか書いてあったな。なんか、具合は何が悪い？巻巻チャンネルさん。具合は、一泊水星。親星金、白、子星が緑。だいたいもう分かった、病名が。だけど、一応聞いとこう。どこが悪いんですか？巻巻さん。ああ、はいはい。病院で何のオペすんの、これ。はい。誰か消してるな、また誰だ、悪いことするやついいんだな。ああ、これ、あるね、巻巻チャンネルさん。はい、フォローバックしとこう。あ、フォローバックできねえ。はい。オペ、何のオペすんの？ほら。何？切り取るって、何を？何切り取る？じゃあやらないんだが、何を切り抜く？これコメントがほら、見えない。オペはわかるけど、ほら。雑腸を切るのか、膀胱を切るのか、何がなんだかわかんねえじゃん、これじゃ。何のオペすんの？オペしたくないでしょ？だからそれはいいから。だから、マキマキチャンネルさんが何の病気かわかんないじゃん。オペするだけじゃわかんないでしょ。手をちょん切っちゃうのか、足ちょん切っちゃうのか。これじゃわかんないよ。オペだけじゃわかんないじゃない。飯食うって言ったって何の飯食うのか分かんないのと同じ。飯の中に赤飯を食うとか、そう言うとほら分かるでしょ、飯の。ピン止め見せ。一度小窓にお願い。小窓、小窓分かった。小窓上がれんか。あ、あったあった。はい、ごめんなさい。はい、オッケー。あれ？上がったけど出ちゃった。あ、いた。はい、オッケー。はい、いいですよ。はい。はい、ご苦労様。やっと来れた。はい。初めてです。どう？大変だね。あっちゃこっちゃ行きながら。あっちゃこっちゃ今行きました。大丈夫、大丈夫。あっちゃこっちゃ行きながら。あれ、なんかハウリングしてるよ。ハウリングしますね。ちょっとどっちかにします。マイク、はず。はい、大丈夫です。あ、大丈夫？はい、どんな状態？今なので、乳がんで、右の、はい。ところの、はい。お乳が出る管があるんですけど。乳腺な、乳腺でしょ？そうですね。それに、はい、しこりが2センチ強できたの。右側ね、はいはい。はい。右側。で、それだったのが6、気づいたのは、4月末なんですけど、はいはい、ゆっくりちょっと病院に行ったので、6月半ばに乳がん
って完全に診断をされましたので、はいはいはい、でそれで一応大学病院に紹介されたので一応 MRI から CT からすべて骨神経から全部調べて、はいはい、リンパが右の脇にちょっと大きさが大きいのがあるからそこ切りたいしって言われたんですけど、はいはいはい、自分の中ではちょっとまあ、切ってもいいとは思ってたんですけど、はい、いろいろ調べていくと体を切り刻むとそこからは余計悪くなるとかいろいろ出てきたりとかするので、はい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 、それもあってちょっと切らないで行ってみようかなっていうことを思いました、はい、右のところ乳腺腫じゃないんかな、はい、それ乳腺のところにしこりができてみたいな感じで、それ四角くない丸いどっち、自分なんかいびつな感じですね、ああ潰れて少し楕円みたいな感じ、それね動くかな、若干は動きます、止まってるとガンなんだよね、じゃ、まあ、めちゃくちゃ動くと乳腺腫なの、自分で持つでしょそこを持ってこういう風に動かしてみて動いたらガンじゃないよ、動かない、動かないとガンで、動いたら乳腺腫。どっちなんだろう、動くといえば動くし。自分で見てみりゃいいじゃん。自分で触ってこう動かしてみるじゃん。その場に留まってはいるのはいますね。ああ、それはちょっとやばいな。やばい、ね、こう動いてくれればガンじゃない、それは。これは動かない方になるのかな。うん、じゃあ、あれだね。それで医者は取った方がいいって言ったの？医者はもうなんか取った方がいいってめちゃくちゃずっと言われるんですけど。それ、何期？ 1 期2期とかあるでしょ？あ、ステージ2の。2ね。ってやつですね。どうしようかな。うん。あなたは取りたくないでしょ？もう最終取らないといけないんだったら取ろうでもいいんですけど。はいはい。じゃああれだ。ビール屋さんだから、右だから、右手で物が持てなくなるんだろうな、ちょっとの間とか、いろいろ。いや、そんなことないよ、そんなことない。あ、そうですか。あのね、クロス電撃移植療法をやってみようか。はい。それどうやってやるかっていうとね、あなたの体の中にこう手入れるんですよ。ぎゅーっと。はい。いや、手は入んないよ、これ。感覚の手入れんのね。それで、右のおっぱいのとこの、その、ガンのとこに電圧かけんの。はい。こう、もちろんそれも感覚だよ。はいはい、はい。で、焼き切っちゃうの、そこ。そうすね。だから、あなたが、感覚がわかるとできるんですよ。私の手があなたの体の中にめり込めば、できちゃうの、簡単に。はい。それで、それ焼き切ると、多分、ガン細胞は焼けちゃうと思うよ。めちゃめちゃ素敵じゃないですか。だから、それができるんだけど、はい、あなたの中に私の手が入り込めなきゃダメなの。ああ、入れたらありがたい話です。だから、あなたの感覚、例えばね、こうやるでしょ、うん、体が後ろに押される感覚わかる？背中がちょっとふわっとはしますね。じゃあね、丹田開ける？丹田が開くかどうかはちょっとわからないんですけど。あ、お腹のとこ自分でこういうふうにやってね、こう開いたっていう感覚を、はい、出してみて。そうするとなんか知らないけど、こうぐーって開く感覚はわかるかな？閉じる感覚、開く感覚。このぐらいの窓をすくんの。はい。じゃあちょっとやってみようか。はい。ここお腹だよね。はい。ここにこのぐらいの窓をつくんですよ。はい。で、その窓をね、こうやって開くの。一緒にやってくんでいいかな？はい。で、開いたら、こう閉じるわけ。開いたら、閉じる。開いたら、閉じる。で、今度は、ここにこうやる手で。で、これをこういう風にやって、はい、手をこういう風にやると開けるから。はい、で、こういう風にやると閉じるから。
これ、わかるかな？ちょっとやってみて。ここで。はい。これ、イメージね。こんなとこできるわけねえんだけど。イメージなの、イメージで。それが分かったら、その、気が入るんですよ。お腹のとこへ。はい。わかります？はい。どうかな？わかるかな？ちょっと待ってね。抜けちゃったかな、はい、あれよく、この野郎。よし、入った。いい、どうかな？わかる？はい。じゃあ開いてみて。開けた？はい。じゃあ閉じてみて。閉じた？はい。今閉じてますよね？はい。で、外部オーラって信じますか？はい。で、もし外部オーラに穴が開いてたら、あったかいもんが入る感じになるから。例えば、はい、肩に穴が開いてたら、肩からなんかシューってあったかいもんが入る感じになる。それか、チクチク、それから、ぐわーっと圧力。今、丹田が閉じてら、もう穴が開いてないから。あなたの外部オーラに、どっかに穴が開いてると、そっからあったかいもんがブワーって入るから。はい。と、多分、おっぱいのとこから、ブワーってなんかあったかいのが入るかもしれない。いいかな？はい。これ分かったら大丈夫かい？外部オーラの周りにエネルギーを送るよ、ほら。はい。はい、どうかな？どっかから、スワーってあったかいのが入る感じある？わかんない？いや、わかんなきゃいいんだよ、別に。はい。今、カイロつけてたから。ん？北海道つけてたので撮りました。あ、撮って、ほら、これ、わかるから、スーってな、風が入るみたいな感じで、あったかいのが入ってくる感じがするから。胸んとこ行けよ。はい、これどう？胸から入らない？スーって。右の胸。どう？わかんないね。はいはい。じゃあいいよ。じゃあ穴開いてないんかもしれないかい？じゃあ丹田を開けてみて。グッと。はい。どうかな？開いた？開いた感じわかる？はい。じゃあ行くよ。お腹からグッと、ほら、なんかが入る感じ。はい。入りますか？はい。わかる？なんとなく。じゃあ、丹田を閉じてみな。はい。じゃあ、お腹に入ったのを右回りに回すことできる？そうすると、ふわーんっていうのがぎゅーっと縮まるから。はい。わかるかな？回し。はい。腸のあたりでなんか動いてる。おー、美味しい、いいぞ。うん。わかる？はい。それがだんだん縮まっていく感じわかるかな？で、丸い玉になる。玉、はい。ボール、要するにピンポン玉ぐらいにしてくんないかな？ピンポン玉、はい。この手をよく見てんだよ。はい。ピンポン玉になった？これも感覚だから。はい。なんとなくわかるでしょ？ほら。はい。なんとなくですね、まだ。はい。それをゆっくり上に上げてくんねえかな？はい。
ぐい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 。ぐいーっと上がったかな？ほら、お腹を通ってぐーっと上がると、はい。いいぐらいに来たかなはとい、思よう。しよしよしよし。心臓のとこに来ると、キューッとその近くに来ると、ギューッとなんか苦しい感じになるよ。なんか首の方に行ってる感あ、覚が首す行っる。ちゃった？いいよ。そしたら首から下ろしてくんでいいかな？それで右のおっぱいのとこにぐーっと引き寄せてくんない？来るかな？ちょっと下げていきまはい。す。意識をかける。自分の意識で球を右のほら、ガンがあるとこのとこへ引き寄せてくの、ぐっと。なんか右側に行ってる感じはするんですけうど、ん。右に行ったものが、なんかもう、なんだろ消えちゃった？う。なんかものはあるんですけど、どこかにある感覚はするんですけはど、いはい。しこり自体がなんかふわってなんか、今自解分消のあれでしょ、しガンてガるンでしょ？よう、そのしこりが、解消してるような、ふわーってなんかどっかスーって飛んでいったような雰囲気はします。じゃあ、それいいかな？今上げた球をそこに近づけることできない？じゃあいいか、こう指見て。これその球にグッと刺さった感じする？いいかな？よく見てていいかい？球ここについてるでしょ？さっきほら、下から上げた球が。その球が、入線のとこに行くよ、いいかい？これでどうかな？そこに行った感覚わかるか？じゃあ一回書きますぞ。これ中で書き回されるのわかる？わかる？なんとなく。じゃあいいかい？これを抜くよ。でいいか？指がこうあるだろうな。これは外の感覚いいか？わかるでしょ？ほら。これ、ぐーっと手が入った感覚わかるかな？でいいか？右の乳首のとこの下のとこだろ？ガンガンの左側じゃねえか？こういうと。こっち側じゃねえ？どこにあるさ、それ。どちらかといえば、乳首からの若干上目です上の左でしょ？ね。上右？の、左より、でも真ん中に近い感じです。だからそれが左側の真ん中でしょ？かな？そう、行くよ。これどう？そこんとこにほら、この間にそれある感じしない？あ、する？あ、じゃあ大丈夫か？ここで電圧かけるといいかい？こっちからイン、こっち陽。こっちからギュッと電流を流したほら。こっちに来るか。その間にその癌細胞があるだろう。これわかるだろう、これほら。いいか、くっつけるぞ。よし、ショートした。いいかな？そこんとこゴリ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 ほら。わかる？これほら。胸の乳首の横っちょのとこゴリゴリしてんだ、ほら。わかるこれ。電圧がどんどんかかると熱くなるといいか？よーし、ほら。ぐーっと熱くなった、ほら。ぐりぐりかき回してる、ほら。よく見て。ぬくくなってる感じしまはす。い。
ぬくい感じが。抜くのが熱くなる、ほら。焼き切るから。はい。ぐんぐん電圧上げてる。はい。ほら、そこんとこがじり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 してきた、ほら。中でかき回してんの分かるだろ、俺。はい。いいぞ。どうかな？あったかくなってます。まだまだまだ、焼ける火箸みたいにならなきゃダメ。はい。どんどん電圧上げてる、ほら。はい。ぐーっとあったかくなるんじゃない、焼けるようになってくる。じゅうじゅうするように、ほら。どう？これ書きました、ほら。右左グリグリ。いいよ。どうだ？中が熱い。体はどうですか？暖かいです。ただ暖かいんじゃダメ。ダメ、はい。自分の中で暑いと思う、うん。そうすると焼けるように暑さが増してくるから。はい。ほら、電圧をどんどん上げてる。はい。ほら、焼き切れる、焼き切れる中が。はい。いいぞ、ほら。もっともっと自分で増幅しろ、それを。はい。気持ちで焼き切れると思え。はい。よく見て、手を。はい。どうですか？あ、でもちょっと、両方から痛い感覚が今一瞬しました。ここからね。うんうんうん、うん。今これで潰してるよ、ぐっとほら。その2センチをぐいぐい潰しながら、かき回してる、ほら。はい。飴を練るみたい、水飴練るみたいにかき回してる、それを。だんだんそれが小さくなってきた、ほら。ぐり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 引っかき回して、ほら。引っかき回されたのが、ほら、血液に中入って、小便から出ちゃう、全部。ほら、意外くっつくぞ。ぐーっとくっついた電圧が上がった。はい。じゅうじゅう言ったよ、ほら。はい。熱いでしょ、ほら。どうかな、はい、ん？動いてる感覚がする。うん、潰してんで、今、こうやって、ぐりぐり。よいしょ。こっち、ぐりぐり、潰して、潰して、ほら。はい。もうだいぶ小さくなったよ、ほら。はい。どうかな？よいしょ、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 燃えろ、燃えろ、燃えろ、ほら。燃焼する中で、どうかな？はい。なんか、昨日よりちっちゃくなったような感じがします。そうそうそう、それでいい、それでいい。うん。だな、これ3回ぐらいやるとなくなっちゃうよ、これ。ありがたいです。大丈夫、大丈夫、いいか？はい。よし、これで、あなた、扁桃腺があるんだろう。のよくお分かりで素晴らしい。うん、行くぞ。はい。はい、抜いた。今度、扁桃腺にぶっ刺す。上がった。おう。どうだ、扁桃腺とこ、ぶっすり、右と左。ねえ。ん？どうだ、刺さってるよ、ほら。はいはいはい。ちょっと圧を感じます。よし。電流流すぞ。はい、流した。
扁桃腺が小さくなるよ、ほら。喉が楽になる、ほら。はい。どう？なんて言うんだろう。なんか、むにゅむにゅします。そこ、中かき回してるから。右と左で電圧がかかってるから、ほら、電気が流れて、電解物質、なんて言うんだろう。電極っていうか、そこが分解されてるよ、ほら。電子分解っていうか。ほら、どう？今楽になったでしょ、ほら。左が特になんかグリグリされてる感じが余計に。こっちだね。かな？はい、右もほら。両方が。うん。これでいいでしょう、ほら。はい。目もあなた悪いでしょ？目は近眼と乱視と最近老眼で。はい、いいよ、これ抜くよ。はい。よい、抜いた。はい。はい。今度、いいかな？はい。肝臓に行っちゃおう。これ肝臓の近く行ったの分かるか、ほら。肝臓、はい。いいかな？今肝臓触ってるよ、上と下。うん。こちょこちょしてるだろう。はい。いくよ。火曜を差し込む。ブス入った。常用を差し込む、ブス入った、電流を流す、肝臓の中が熱い熱い、ほら、かき回す、ぐりぐり。どうだ？肝臓がどうなった？ほら。あったかいでしょ、肝臓が。熱を感じます、ね。おいぞいぞ、ぐりぐり、ほら。つっついて、そこら中つっついてやる、ほら。脂肪肝とかそういうのが治っちゃう。おお。どう？いいですね。はい、意外。くっつくぞ、ほら。はい。よくくっついた。はい、はい、これで、中をかき回してる、ぐりぐり、ほら。あったかい。はい、あったかいです。中がさっぱりする。ぐりぐり、ぐりぐりかけましてる、ほら。どんどん熱くなる。どう？ほら、中が綺麗になった、ほら。なんか、むにゅってされてますね。いいぞ、いいぞ。はい、目がどうなってきた、ほら。肝臓をやると目が良くなる。どうかな？中が綺麗になってきた、ほら。どうですか？ほら。目がよく見えてる感じしますね。見えてるでしょう。中の水晶体の曇りが、綺麗に戻ってくる。ほら、どんどん。よーし、抜くぞ。はい。ピュッと抜いた。はい、今度は外から目んとこ行く。ほら。はい。外側から上、まぶたの上からぐーっと圧力かかる、ほら。どう？うん。めっちゃ圧迫きますね。中の水晶体がもっと綺麗になる。はい。抜くぞ、いいか？はい。ほら、抜いた、目と。なんか、ちょっとクリアになってきて。うん、それでいいの、それでいいの。か？はい、これでいいよ。今、体どうですか？ほら、この波動がどう感じる？はい。
体は楽に感じますか？そうですね、なんか、首、頭の上の方から、はい、背中側に、ふわーってなんか、ふわって。なんか、もわーっとした感じがしてるでしょ。そうふわーっとしてる。それ取り除いてあげるからいいか？はい。口をあーんと開けて。はい。いいかな？はい。口からなんかが入るから、入ったら喉から右回しで上に上げていく。それで途中でもう一回目のとこで止まってガーって回るから。それで汚いもんを拾って、それから綺麗になったら上に上がって、また右回りでグワーって回る。で、あなたの癌っていう想念を全部その中に入れて、下に降りてくる。で、口から吐き出す。わかりました？はい。で、あなたは、なんだっけ？一泊だっけ？何つったっけ、俺。一泊です。一泊だから、黒に黄色がへばりついた色が、とーっと出るかもしんない。いかない。それは、どういう色かわかんない。はい。いや、行くよ。口開いて。はい。おーら、入った、口から。はい、喉。さっき、扁桃腺でぐしぐしやったとこを絡めていけ。はい。右回し。はい。そのまま上に上げる。はい、上がった。はい、目んとこで止まった。ぐるぐる回す。はい。ビヨーンって回る右回り。グイーンって回す。はい。ほら。目の悪いのが最後の残りが取れた。はい。そのまま上に上がる。はい、右回し、ぐるぐる回す上で。はい。想念がなくなったら言って。全部それにへばりついたら言って。はい。どうかな？大丈夫だと思います。取れた？はい。なくなったでしょ、もう嫌な感じが。はい。はい、右回しで下ろす。はい。ずーっと喉まで下ろす。はい。はい、降りた。はい、口からふわっと出す。はい、何色？でも、色のイメージは黒かったです。はい、黒でいいの、それでいいの。はい。一泊だから自分の心の中の闇が全部出た。だからもうあなたは、癌っていう感覚がなくなる。なくなると同時に、物質感覚が消えていく。はい。あと3回ぐらいやれば、消えちゃうよ。だから、手術ちょっと伸ばした方がいいね。してもらうように、昨日受診だったんですけど、すっぽかしたんです。はい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 。これ3回ぐらい、週に2回ぐらいやって、それを3回ぐらいやれば、はい、おそらく消えちゃうんじゃねえの？はい、消したいです。あ、多分消えちゃうよ。今、はい、おっぱいのところ、その大きさが感覚的にどうなった？なんか触ってじゃないんですけど、なんか、はい、乳自体の、はい、和歌に普通、こう、脂肪があってってイメージがあるのが、はい。それが真っ白くなってる感じで。ああ、じゃあ大丈夫だ。トンってどっかになんか落ちてしまったような感じがするんですよ、はい。大丈夫。感覚がそうなると、思う心が物質化現象つってね、はい。思うと物質に変わるんですよ。はい。だからそれ、おそらくなくなっていくよ、どん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 。はい。わかります？はい。じゃあそういうことで OK ですよ。ありがとうございます。あ、また出てこないからダメ。それで俺、します。はい。俺ね、忘れちゃうから、こうやるでしょ？はい。そうするとすぐ忘れちゃうの。次の人やったらもう全部忘れちゃうから。はい。ごめんなさいね、なんか。大丈夫です。ありがたい。言ってくださいね。私はいついつの誰々です、と。はい。ね。で、また2、3日、まあ1週間でも2、3日して、また出てきてください。はい。はい、
それでやりましょう。ほら、もう感覚が上がってるから、すぐ手がぶっ込めるから早くできる。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう思うんで毎日。わかるね。はい。思えば、なくなる、それが、綺麗に。はい。で、皆さんに感謝して、ほら、降りてください。ありがとうございます。はい、じゃあ、降り合えないでしょ？これどうやってやるんですか？わかった、俺ですから、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。はい。はい、オッケー。はい、終わりました。はい。マキチャンネルさん、よかったね。はい。じゃ、これも、あれだね。動画にしよう。じゃ、これで動画を二つにしとこうね。これ以上やっても俺バテちゃう。